米女子ゴルフツアーの今季4戦目 HSBC 女子世界選手権3から6日シンガポール戦闘差 GC の第1ラウンドの組み合わせが1日発表された米ツアー本格デビュー戦となる世界ランキング42位の渋野日向子は3日午前10時4分日本時間午前11時4分に1番から 世界ランキング5位の金よ、韓国。同7位のミンジリー、オーストラリアという実力者との注目組でスタートすることが決まった。日本勢は他に、世界ランキング8位の笹生ゆか、同9位の畑岡奈社。同15位のコ河コ彩香というツアーメンバーと、渋野ひな子と同様に推薦で同71位の上田桃子が出場する。 今大会は予選落ちなしで争われる日本勢の第1ラウンド3日のスタート時間は以下の通りいずれも日本時間第1ラウンドイコール3日午前9時47分ココアヤカ10番スタート午前9時59分上田桃子10番スタート午前11時4分渋野日な子1番スタート午前11時28分笹生ゆ香 一番スタート午前11時40分、畑岡那社、一番スタートプロテスト一発合格。黄金ルーキー、佐藤新血デビュー戦、人生に一度しかない。いい緊張感でできたら、国内女子女子ゴルフの今季開幕戦、ダイキンウーキットレディスは3日から4日間。沖縄、琉球 GC、6590ヤード。バー72で開催される。 1>, 1日は予選ラウンドの組み合わせが発表された大会は1日3000人を上限に有観客で行われる昨年のプロテストに一発で合格した注目ルーキーの佐藤美優がデビュー戦を迎える昨年10月のスタンレーレディスで渋野ひな子らとプレーオフまで優勝を争い2位に入るなどアマチュア時代から活躍する デビュー戦は人生に一度しかない。あまりガチガチにならない程度にいい緊張感でできたらと抱負を語った18歳ルーキー佐藤美優。V 戦線に絡めるか1日の高校卒業式は欠席女子ゴルフ国内女子プロゴルフツアーの今季開幕戦大金キンオーキッドレディス賞金総額1億2000万円 優勝2160万円が3日。沖縄県南城市の琉球 GC6590 ヤードパー72で戦いの火蓋を切る。開催を前に事前会見が1日行われた。今季期,期待のルーキー1番手は佐藤美優、美優。18イコールに取り。昨年10月のスタンレーレディスで。アマチュアながら。 渋野ひな子らとプレイオフを戦った逸材だ。その後、11月のプロテストに一発合格。ファイナル QT、予選会11位に入り今季前半戦を、出場権を得た。実は、今日、1日が、高校、秋秀学園日立校の卒業式でした。5月の、サロンパス杯、茨城 GC の週に卒業証書を受け取りに行ければと思っています。 持ち前のビッグドライブを活かして、V 戦線に絡み、プロ初優勝の手土産を母校に持っていきたいところだ。黄金世代、荒垣ひな、今年もトップ10に入れたらいいな地元沖縄で今季、開幕戦国内女子、ゴルフツアーの今季開幕戦。ダイキンオキッドレディース、3から6日が2日後に迫った1日会場の沖縄、琉球 GC で、 地元沖縄出身でツアー通算一勝の荒垣ひな23イコール大金工業が練習ラウンド後に会見した今大会は昨年が10位新型コロナウイルスの影響で20年は開催されなかったが前々回の19年は2位プロとしては毎年予選は通過しているので今年で途切れさせたくない 今年もトップ10に入れたらいいなと思いますと話した。畑岡那社。渋野日向子らと同じ98年度生まれの黄金世代で。初優勝は18年4月と早かった。同世代では勝みなみ。畑岡に次ぐ3番目の早さ。だが、その後は優勝がなく。昨期は賞金ランキング64位。 メルセデスランキング59位で、シード権を失った。それでも、昨年12月のファイナルキューティーで19位となり、今季前半戦の出場権を死守した。それだけに、まずは前半戦で結果を残さないとと、おっとりとした口調の中にも決意をにじませた。11年に12歳74日で、大会最年少出場を果たすなど、 地元開催の今大会は深い縁がある。ずっと出ていて、その前には練習ラウンドも空いているので、コース自体は分かっているかなと思っている。自分が思うようにショットが打てれば、いいスコアを出せるのかなと思います。2勝目ができたら最高だなと思っています。ホステスプロでもある、今大会で、 復活をアピールする姿を思い描いていた。